昨日同様また接戦になってまいりました。さあビッグロービッグローから落ちていけるか、富樫の中入る、艶がマークしてファウルになりました。あ、バスケットカウント、最後まで諦めずにこれシュート狙ってきました。これね、まだスペース与えないんですよ。ここうまかったですね、はい、切り替えのクロスオーバーが最後よく打ちましたよね。はい、ダイヤキリーまだ得点がありません。今日のゲームです。キリーとマカドゥがポイントなし。さあ富樫がアタックする構えから上げてきた。これは富樫のリズム。ここはムーニーとケビン・ジョーンズ、そして富樫、あとはミスマッチになっています。ローテーション狙ってくる。おお、決めてきた。富樫のスリーポイントが来ました。アランからケビン・エドワーズ、そしてあっと逆サイドに振った。富樫フリーになっている。これは決め切りました。さあここは富樫壊してくる。水が飛び込んで入っていた。ここは大ステップ。素晴らしいドリブルテクニックです今のはね。これで14ポイント。このメンバーで誰を使ってくるか。ツヤ左サイド席が待っている。そしてダイアンケリー、あーっとキリース。また来ました。ここで攻めていいかというか明確になってないんですよ。そうですか。だからただボールを回してるだけになっちまってる。ムーニーがあいたとか、ダスリーポイントを決めた。素晴らしい。時間がないですね。時間がない。飛ばし5秒。ここはさすがにちょっと難しくなっている。もう攻撃打しかない。ゴールを決めました。これが飛ばしが出ました。まあ、こういうところっていうのはやっぱり経験なんでしょうね。やっぱりね、ファールになってしまうっていうのがね、これは飛ばしは素晴らしい、はい、これがまた自身のここで決まれば勝利が近づく。自分です8秒7秒行くよ。ここ動き出す。飛ばしスリーポイント。距離がありました。そして時間も使いました。ただ沈めてきました。歓喜に沸く船橋アリーナ。ベンドラメもスリーポイント打って分かってるんですよ、はい、それを決めきれるところがすごいですね、これね、はい。